海外出張行っちゃったんですよ。あら、開いちゃった。開いちゃった。で、お前が、ね、お前が取材したんだから。お前。お前こと開くねそれ。絶対どっかで消えてますよ。さあ、今日はですね、何を言おうかということでいろいろスタッフと相談しました、ただだいぶ財政なんですだいぶ財政なんで、今日は、でもね最近よく聞く声で聞くんですけども一般の家庭でも煮えるもの、できるものをやってほしいという声も聞いております。一般の家庭では馬のアキレス腱は煮えへんって今日はですねそういうことのお声も聞きながら、安く、そして、美味しくできるものを用意しました。こちらですね、鶏肉っていうのは基本安いんですけども、その中でも特に安くて出汁がいい出汁が出てくる、手羽先よりまだ安い、安いですか。これ手羽元もそうです。これぐらいで大体300円するんじゃないかぐらい。手羽元を買ってきました。これの黒酢煮をやってみようかと思います、これ、ね、板って簡単なんで、それはネギですね。そしてあと生姜と、でどうするかと言いますと、まずこれぐらいのボウルを用意していただいて、ボウルの中にまずこれを入れますね。入れます。ちょっと入れてしまいます。そしてここに塩コショウ、ご家庭にあるこの塩コショウ結構ですね。これパパパパと入れます。少々。そして、ここにカレー粉ですね。これカレー粉入れる人もおるし、まああんまり入れないんで、僕は入れるんですね、カレー粉。おお。スプーン大体大さじ1杯ぐらいパパパパパと入れて、でこれでですね、一回ざっと混ぜちゃいます。まずねこうやってまあこれ馴染ませるということ。あ、もう一個いつも言ってますけども、肉等々を料理するときは必ず常温に戻してくださいね。冷蔵庫からだいたい1時間ぐらい混ぜるぐらいで、いいんで、それを混ぜてください。それからね、次は何をするかと言います。こちらですね。ちょっと、いつもより粉めの小さな鍋で、分厚いやつやってくださいね。煮るのだいたい1時間ぐらい煮ますんで、分厚くないか、薄いやつはもうあかんくなります。ダメになっちゃうんで。包丁でネギを、だいたい、これぐらいの大きさですね。でこれもまだ臭みですか。いやいや、これは臭みじゃないよ。もうちゃんと食べるよ、もうこっちの方が、上にかぶせるのにだけ、ちょっと皮ごま油ってないか、ごま油なんかカレー加えたりちょっと中華とか。そうそうそう、黒酢煮って大体ちょっと中華風にしてる方が美味しいからね、ごま油引いて、これ馴染んできたやつをで、栽培はトングです。あんまり火は強くしないように焦げ目をつけます。今日はあれですね、このヘルシーな材料に関してもう一個なんかあるんですよね。そう、今日はダイエットでおなじみの津田さんとコラボしてるから、津田慎二郎さんとコラボしてますんで、これだったら今まで、芸人さんがほとんどで、そう、ね、初めての文化人の方に来ていた。まあもう文化人じゃなくて、芸人枠に入ってきたのに、今年から。令和3年からはそうすると、もう連絡来たんで。あ、でも今の、今年はもう芸人さん。そうそう、あともう一個は、そこまで県委員会が、辛坊さんがもしかしたら辞めるかもしれんやんか。次のね、はい、メインによっては、首っていうのが津田さんが代わりにやられるのか、どこにでも顔出しておこうっていうのが津田さんの中であるみたいな、ちょっとこれぐらい、こういう焦げ目つくぐらいね、焦げ目つくぐらい、はい、でここにこれね、いつことなんだろうね、もう大さじで言うたらこれ黒酢、4杯ぐらい、4杯ぐらい、
ね、ちょっとなじます。で、ここからちょっと行ったりして、焦げちゃうまね。で、お酒です。料理酒。これもお酒。匂い。通りってのに44だから、まあ、お玉いっぱいちょっとでも構いません。今お玉で使ってるこれでいっぱいで、ちょっと醤油をひらっと、うん、これはもう大さじ1杯ぐらいで結構です。ここにお水ですね。お水だいたい 200cc ぐらい。で砂糖、これあのダイエット中や言ってたんで、うん、わざわざの津田さんのこと考えて健康にあの黒砂糖はあ、ほんま上白糖でも全然大丈夫や、全然大丈夫やけど黒砂糖やったらあの健康にいいし、うん、だいぶダイエットした後みたいやからな。まあ津田さん、うん、津田さんテレビ見てもめっちゃ痩せてるやろめっちゃ、めちゃくちゃ痩せてる。え、いやめっちゃ痩せてるやん。そんな声で張ったい、いやめちゃくちゃ声で専門家から聞いたら普通の痩せ方ちゃうから何か薬やってるの津田さんがやられてもたまってそれから黒砂糖大さじ1杯ででこうなった瞬間にちょっとこれね、これ必ずなんか蓋してもええねんけど、もっと染み込ませたい時は、うん、銀ホイル銀ホイル言うたら笑われない。アルミホイル言うらしいね。これ銀ホイル言うねんけど、火を弱めに、めっちゃ弱めにしてこのアルミホイルで落としてください。あ、ごめんなさい。あの、今ネギ1本使ったんで、はいはい、これってこと捨てるとこやねんけど、こういうのは蓋代わりになるのよ。だからこうするやろ。蓋やったら、隙間のとこにこう置きゃ、これ蓋代わりになるって。捨てずに、まあこれ味も染みるというか。食べれもする。食べれもするし。捨てん方がいいですね。こうやって蓋したらもう完全に埋まるんで。これで約1時間待ちます。1時間待ったら、出来上がりなんですけども、その間には、ちょっと津田さんと、まあね、きちんといろいろ聞きたいと思います。はい、津田さんよろしくお願いします。はい、これでは、はい、よろしくお願いします。いい匂いがさっきからすごいですね。もう須田さんがなんかダイエットされてるって聞いたから、もう普通になんか、なんかその豆乳鍋みたいなのした方がいいかなと思ったんやけど、なんかせっかくなんでね、で今日はあの放送日は違いますけども、今日は12月14日、はい、クリスマスイブ。クリスマスイブ。なんでクリスマスイブで須田さんとオーラーがみたいな。あ、クリスマスといえばよくね、鳥の足をね。そうやるから。ね、食べますよね。はい、もう足じゃなくて、こうあの、手羽元。はい、手羽元。生姜入れるの忘れてました。すいません。しょうもない。でも、カレー粉とか入れるのね。あのね、あの、意外なんですよ。特にこういうもんって、うん、子供さんの弁当に入れるんですよ。だから、いつも同じような味やったら、面白くないし、子供もまたカレー好きでしょ。なるほど、ね。それをちょっと、あの、主婦層もちょっと見れるようにしようかなって。あ、もうファン層広げて、ファンではないんですけど、視聴者層広げて子供にこびて、もうこびまくったろうというわけで、今回、煮込みゲスト、はい、津田さんです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。津田慎一郎です。お招きいただきました、ありがとうございます。もうあの今までずっとあの後輩が来てくれてたんですけど、もう津田さんも芸人として見なくてしかもね、1年目っていうことでいやー、まさかでもあの須田さんとは僕はあの、過去にあの番組でよくねご出演いただいた時に、もともとあれなんとね、記者なんですね。そうなんですよ、新聞記者。新聞記者をやってない、社会部ですか。いやいや、経済部なんですよ。経済部、僕ちょっと分からないんですけども、入社しますよね。で、テレビ局なんかはカメラマンになりたいって言ってもカメラマンになるかどうかも分からないじゃないですか、で新聞っていうのはその点どうなんですか。あの社会部とか芸能部とかあるじゃないですか、で経済部も、経済部になりたいと言ったら経済部になれる。なれません。なれない。なれない。どこに行くか分からない。どこに行くか分からない。ちなみに津田さんはそのどこに行きたい気分やと。いや、僕はね、社会部行きたかったんですよ。政治のことに関して、いやじゃなくて、もっと事件とかね。ああ。
事件記者知ってますもんね。いやというのはね、ほら黒田さんもよく知ってるでしょ、あの大谷昭弘さん、はいはいはい、で僕ね、大学時代に大谷昭弘さん原作を書いた漫画があったんですよ。そんなんあったんですか、ね、大谷さんを書いた漫画。いやじゃあ大谷さんが原作書いたの。え、大谷さん自身が大谷さんのことを書いたんじゃなくて大谷さんが原作を書いた。原作書いたんですよ。大谷さんのことを書いてんやったら水木しげるんだよでその漫画ヤングチャンピオンっていうね、ヤングチャンピオン有名ですよ、で連載されていて、それを読んだの。それなんちなみに何ちゅう漫画、ね、あの大阪社会部みたいな、あーな、新聞記者の。そう、新聞記者の。でそれを読んで新聞記者になろうと思って、なるほど、でそれを読んで、大谷さんの社会部なんです。ずーっと社会部なんですよ。だから社会部の記者になりたい。それを読んでな、ね、思って、まあ、新聞社に、ね、入社試験受けたら、まあ、合格して、だから経済部になっちゃったっていう。いや、でもね、まあ、普通その、なんですかね、若い時からそんな方法なんですか。そうです。ね、面接ないですか。新聞は面接ないならないで教えてもらわんと。いやいや、どういうふうに合格するんですか。筆記試験がまずあって、まあ、当時はね、あの1980年代バブルなんですよ。で筆記試験なんて誰も見ちゃいないんですよ。誰でもどれどれみたいな感じですか。で加えてあの面接が主、だからやっぱり顔を勝負。いやだからその時に、ね、いやそれ経済生かせへんでしょその時いやなぜか経済になっちゃったんですね。経済部やって言われた時にやっぱショック大きかったんですか。いやできるかな自分にっていうね。で経済部って何するとこなんだかよく分からなかったんですよ。よく分かれへん。一番なんか難しいとこですよね。でしかもねエリートコースに乗っちゃったんですよ。あの銀行担当っていうのかな、あらま、あの日銀記者クラブというのがあって、はいはいはい、でまあペペですよ。ペペだけどもその日銀記者クラブで、ね、あの銀行業界を担当しろと言われて、とは言っても先輩記者が大手の銀行ね、当時は住友銀行とか三和銀行を担当して、僕は信用金庫信用組合担当だったんですよ。だからでしかも大阪配属になって、だから近畿2府4県だ、大阪を中心とするね、そこの尼崎信用金庫とか、そう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 、当時の尼崎なにわ信用金庫って言いましたよね、大阪信用金庫大臣、ね、その時バブルやったらもうイケイケの状態じゃん。イケイケの状態、銀行もなんぼでももう貸すしみたいな。そうで、でその時に糸満事件って起こるんですよ。糸満事件、はいはいはい、ね、住友銀行を舞台にして、はいはいはい、最終的に3000億円のお金がなくなりましたって、なんか闇ルートが、そうそうそう、ね、裏社会流れました、大きな社会、あの社会問題でしたね、でそうすると、ね、その日銀記者クラブからも、ね、あの取材チームに特別班に誰か行かせろって言うんだけども、みんな行きたくないんですよ、そんなにわけわかんない事件のところなのね。もうね、裏も取りにくいし、そうですね、でお前行けって言って僕が行かされてですね、でそれでまあ社会部みたいな取材ですよ。そこは足使ってヤクザのところに話聞いたりとか、そっからだからもうすぐに裏社会に何千億が流れてるというのを聞いて行き当たるのか、ピンポンピンポン。いやピンポンピンポンに行ったらもう殺されていますからね。どういかないですよ。いやだからどこに流れてるのかが分かんないんですよ。でところがね、当時すごかったんですよ。大阪の信用組合でヤクザに乗っ取られた、あるいは闇社会に乗っ取られた信用組合とあったんですよ、いくつか。頭取になったってことですか、ほんなら。まあ当時は理事長って言ったんですけどね。理事長がヤクザ。ヤクザ。名前は出せないけど。名前は出せないけど。え、もう潰れましたでしょ。もうみんな潰れましたね。でも名前を聞いたら知ってる。知ってるかな、どうかな。あ、でも二府四県のとこ。そうそう。大阪府民信用組合とかさ、聞いたことあります。知らないですね。僕ら。まあ結構前な。高校生なんでね。高校生の時にはそんな信用組合してるところ全くいないんで、あ、そこが戻られたんですか。そう。だからそこからどん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 お金が流れたりとかして、ね、大きな社会問題ですね。社会問題、それをスクープで書かれた。いやスクープできなかったですねあんまり優秀な記者じゃなかったんで、やっぱ書けなかったんですか。いやだけどね、書きましたね。書いて、まあとはいっても今言われたようにね、信用組合ってあんまりマイナーな存在じゃないですか。あ、だからなかなかね、世の中にはやっぱり住友銀行っていうところはね、やっぱその大きいネームバリューがいるんですね。ね、ところがね、住友銀行がやっぱり乗っ取られそうになったわけですよ、ね、で僕もその、ね、あの知ってる人いないし、はい、上にね知り合いもいないし、でどうしようかなって考えたの。お、ね、でそしたらやっぱりお偉いさんって、会社っていうかな、銀行差し回しの黒塗りのハイヤーっていうのかな、はいはい、
で運転手付きの車乗るじゃないですか、はいはい、もちろん頭取とか副頭取とか ね, でそうするとやっぱりここだと、でそれで運転手だまりがあったわけですよ。運転手の人が待機してる場所、あそんなとこあるんですか、ね、あの肥後橋にあってですね、大阪の肥後橋、ね、でそこに足げく通って運転手さんと仲良くなって、それでそこから話を聞こうと、今日どこ行きましたか、誰に会いましたかみたいな話を聞こうと思って毎日毎日その運転手の待機場所に僕通ってた。へでそしたら鬱陶しがられなかったんですか、ね、いや鬱陶しがられたというよりも警戒されましたよ。何でお前こんなこといるんだよ、ね、もう分かってるわけでしょ、もうあの経済部の、記者ですよ、でその都度その都度ね、なんかちょっとした手土産、だから運転手さんがお酒飲めないからそこではね、甘いもん持って、金つばとか持ってね、行ってありますしね、そうそうあるよく知ってるでそのところの金つば持って行ってね、でちょっと一緒にお茶飲みましょうみたいなね、向こうは分かってるんですね、もう平子さん、やっぱり人間って偉いもんで、そこの誘惑には弱いもんなんですよね。で加えてね、もうね数ヶ月は聞かなかった、もう普通の四山話して、でそこからだんだん行き出して仲良くなって、ね、でそしたらね、あの自衛隊上がりの運転手がいてね、でそしたらそれが当時の頭取の運転手 で,、ね、で一生懸命言ってくれたらしいわけ、頭取に熱心な記者さんがいてねみたいなね、でそしたらじゃあ今度、ね、じゃあ自分があのその車に乗るときに、ね、連絡入れろと、で車の中だったら喋ってやる、それで乗って、ね、あの話を聞いて、でこれはスクープ結構出したんですよ。へえ、そっからバッと名前が一躍言うなんて、僕の、全然有名にならないですよ。ならないですか。ならないですよ。そんだけだって金つば代は全部会社が持ちなんですか。持ちないですよ、そんなに自腹で。うわお金かかるな。かかる。そういうもんですか。で何で嫌になったんですか結局は。で結局ね、まあ糸満が潰れて。でね、大阪地検特捜部の事件になって、はい、で事件が終わりました、ね、お金が3000億円闇社会に流れました、見出しも出ました、はい、まあこれで終わりと、会社が終わりと、ね、もう、これ以上追及しないというもうここでもう事件が終わったんだから、はい、取材チーム解散でもね、はい、お金って闇には流れないよねって、誰の懐に入ったんだ、やりましょうよと、いややらないやらない、もうこれ以上やったってね、なんていうか銀行に迷惑かかるし、ね、もうこれで終わりになったんです、はい、でいやいやそうは言ったってやっぱりそこ知りたいよねと、今までやった足しげく通ったものとすると、うん、そう言うたら最終巻が漫画で言ったら出てない、出てない、自分の中では自分の中 でそれはもうやめなきゃならないなと思ってやめて、あそれがもう嫌になって、そうそう、その最終巻見せてくれへんやったらそういうことですよね、うんうん、でだいぶ最終回に近いところまで近づいてたってことです。そうそう。はあ。で辞めて、はい、で辞めたのはいいんだけども、最終職責先がなかったわけと。普通決めてから辞めるんだ。決めてから辞めるんだけど、いや。短歌切ってもたんや。ええ。辞めると。辞めると。勝手に辞めろと。ええ。で退職金も出ないんですよ。何年かしか勤めてないんだから。それで僕ねその当時ね次の就職先が決まるまで黒中大和でバイトしたんですよ。黒猫大和には見えんな黒猫には見えんなあ、そうですか。そうそう、で当時はねまだバブルがあったから最終職先が決まって、あほんでもう完全にもうその記者というものから足洗おうと思った。いやいや、やめ、足洗うつもりなかったんだけども、誰も採用、だって どこの馬の骨とも分かんないの記者なんかすぐ採用してくれないんですよ。無理ですか、言うても大手の新聞社やから、関係ないですか。関係ないですね。はで辞めて数ヶ月働いて大変でしたよ、夕方出てってね深夜にね荷物の積み下ろし、ね、配送作業、ね、でそれでまあそこで数ヶ月働いてニットもらってね11,000円、当時は結構いい給料、いいですよね、いいニット、まあ、体力仕事ですから、ね、でそれ数ヶ月働いて辞めて、辞めてというか就職先が次決まって雑誌社決まって入ったんだけども、入ったところが結構闇社会に近いな雑誌社で、これはあかんやろみたいな。今で言うとそのよくコンビニなんかで置いてあるさん、なんか噂の真相やないですけども、そういうちょっとブラックなのとか、そういうのを扱った雑誌社やったんです、でもうそこも辞めてね、フリーになったんですよ。でフリーになって週刊ポストで記事書いたりなんかしたんだけども、ね、いろんな仕事やっていかないとフリーってね飯食っていけない。でそれでね
テレビ朝日のサンデープロジェクトっていう番組で、はいはいはい、ね、あのリサーチャー募集した。あ、リサーチャーってもしかしたら見てるとわからないかもしれない。テレビ局で必ずいるのが、うん、言うたら街の中でこんな、アンケート取りましたとか、こういう人らがおりましたってことで言うたらね、うん、言うたらいろんな調査するす、ねね、そう、調査員みたいなね、仕事やってて、それから始まってレポーターやらしてもらって、その調査の仕方が良かったってことですか。急にリポーターなかった、リサーチャーの方があれはあまりならない、なんでかな、人手が目立ちすぎたんじゃないリサーチャーこんなごっつい顔になるよ男梅みたいなリサーチャーあれじゃリサーチャーもったいないや誰が言うたんじゃないますプロデューサーあたりが、そうかな、でもね、リサーチャーにと裏に折れるタイプちゃいますもん、そんな。そうですかね。そりゃそうですよ、目立ちますよ、出てリサーチャーって若い女の子多いでしょ、うん、若男の子とか、その中で言うたら、いや若い当時ね、当時はいくつぐらい、30ちょい、30ちょい痩せてありました、だいぶ、いやいや太ってました、そこ顔でしょ、顔、こんな感じ、こんな感じ、いや無理やわ、あいつをまずリサーチで、お前男梅がおるぞみたいなこと。いやだけどね、僕は声かけた、だいたい答えてくれたから。あ、だから怖いからだから、ね、リサーチからほんならもうリポーターせえ言われた。そうそうそう、リポーターですかそれ、ね、リポーター、どういうリポーター。いやだからね、例えば選挙取材とか行って、はいはいはい、ね、でそれでどういうところで、なんていうかな、選挙運動をしてるのか、活動してるのか、で集まってきた支援者は、どういう思いなのか、誰を応援してるのかというね、そういうところを現場行ってずっとカメラ回ってる中でリポートしてくる。でそれを作って、今度スタジオはスタジオで解説する人がいて、あのよくあるリポーターですよね。そうです、そうです。でもそれに正直な話、裏もともとは書き物を書きたいから記者になってる、記者になり、何でもよかったんですよ。あ、もうとりあえずとりあえず飯食えれば、飯食わない、飯食わないと。結婚はされてましたもん。してないです。してないのにそんなお金すぐ行ったんですか。でも生活いるから、生活いるから何でもいいやと。何でもいいやと。俺もうテレビ出てもかめへんと、ね。周りが反対しなかったんですよ。誰も反対しなかった。どういう意味で。あ、ほんでリポーターやられて。リポーターやられて。で、まあ、です。で、現場から津田さんでしたみたいなこと言われて。そうそう。まあ、それだけの役やったら。それだけ。で、そこからまた、まあ。で、そしたらね、それをね、スタジオで報告する人が、ね、海外出張行っちゃったんですよ。あら、開いちゃった。開いちゃった。でお前がかい、ね、お前が取材したんだから、お前、お前こと開くねそれ絶対どっかで消えてますよそんなおかしいやん、どっかで埋めてるやんでお前が取材したの、お前が説明喋ろうと、喋ろうと。でも初めてでどんな喋ったらいいのか分かんないし、使う方も怖いから、それでサブでっていうかね、フォロー役で大谷さんがついたね、そこで。あ、あの大谷さんが僕の憧れの大谷さんが、でどうや、偶然で言うたんですか、僕実は大谷さんの、いや当時まだ言えなかったんですよ、緊張してで、どういうふうにこれ喋ったらいいんですかって聞いたの、喋り方も分かんないからスタジオでね、はい、怒ってりゃいいって言うけど、そういうもんだ、全然役に立たないこと言うおっさんやなって、あ、それに関してはその、まあ、選挙違反等々する人には怒れということですね、で、まあ、感情をぶつけて言ったと、そうそうそう、だって大阪のタクシーの運転手ね、ね、その営業時間というか勤務がね、今調整入っちゃったんですって。だから一生懸命働いても、まあ、これまでも20万いくかいかないか、今下手したら10万そこそこらしいですよ。黒田にチャンネル登録よろしくお願いします。うんこちゃんのこともよろしくお願いします。